賢い場合だけだと思います。今日何も今日も経験する、経験する、うん、様状況、状況、うん、ムカつく状況で、うんうんうん、ムカつく状況を経験、経験するだと思います。うんうん、イライラする。イライラ。イライラはこれですよね。イライラは昔先生知らなかったので、イライラ何なのか聞いてみてたらね。イライラ、イライラ、これがイライラです。イライラ。それがイライラの全般的の説明か、その人だけの説明かは分かりません。結局自由のない文化と自由のない国は、まあ若干、まあなんか強制的に発展できるかもしれないんですけどね。まあ短い間はまあそれできるかもしれないんですけど、長期的には結局自由のない文化では、その国民たちが頭が回らないんですよ。頭が悪いから頭が悪いんじゃないです。自由がないから頭が回らないんです。まあそうなったら結局国は発展できずに、まあなんか、まあ、まあ滅亡しますね。うん。あ、これは他のはないですけど、うん、先生は梅雨にカツ丼を使って食べましたか？あ、梅雨ね、カツ丼。カツ丼。ああ、あ、どんかつ。どんかつ。どんかつを使って食べたことありますか？どんかつを使って、はい、どこに？梅雨。あ、梅雨をかけて。ラーメンを梅雨に、ラーメンを梅雨にかけて。ああ、どんかつを入れて。はい。あ、ラーメンに。はい。ああ。これ本当に美味しいですよ。ああ、やってみます。ああ、韓国のラーメンですか。はい。チンラーメンとかは。ああ、いいですよね。うん。辛ラーメンとか。ああ、やってみます。私、ドンカツはあんまり好きじゃないんですけど、うん、その方に食べるのは好きです。ああ。いいコツですよね。うんうん、前、セナ君の教えで先生の髪がきれいになりました。ありがとうございます。リンス。うん。リンスってリンスで食べたことなかったんだよ。リンスまでの。ああ。日本でリンスの話をしたことはないので、さっと自信がないです。リンスはリンスかな。やっぱり今辞書で探してみても、これが本当によく使ってる言葉かどうかわからないので、その辞書はそれが限界です。それが、まあ、よく使う言葉はね、5年10年ぶりに変わる場合もあるんですから、全部ではないです。一部の言葉が変わってしまうんですけど、これよく使う言葉です、書いておいても、まあ、5年後に辞書を探してみたら、こうじゃ違うじゃんと なるんですよね。宿題として、新しい宿題を考えてみました。宿題。ですね、その日本の会社の名前を教えてあげるんですからね。それでいろいろな採用情報を自分で探してみてください。
2つぐらい教えてあげます。あとその会社が外人を雇うか雇わないかも分かりません、1番目は日清ですよ。日清漢字はこれかな、2番目は吉野家、飲食、これはラーメン工場会社。任天堂はもう見ましたよね、任天堂の採用情報は。今のセナ君の、まあ、レベルならばちょっと難しいこととか知らない言葉があっても自分でその情報を、まあ、読めるんだと思います。あ、これもやってみましょうか。 NTT ドコモ、これ女性のなんか働けるよく事務職が多い場合はソフトバンク、あと AU、こういうふうに探してみてください。5つになりましたね。2つだと言ったのにいきなりま、英語も OK で。ああ、出てきた。英語も食べる。ゆっくりしてもいいですか？ああ、ゆっくりゆっくり。まあ。あと、あ、金融企業。金融。銀行。銀行。あ、日本銀行。みずほ、東京三菱 UFJ、 住友、今ちょあ、日本は大丈夫ですよ。韓国の話で。日本は OK です。日本の銀行がなんか悪い状態になった場合は、多分その時は全世界、まあ、大金融危機とか、まあ、もう韓国はもう亡くなった後だと思います。ですが、と韓国と違うことはね、こういうふうに有名な会社の名前が日本では大事じゃないですよ。なぜですか？給料があんまり差がないので、あと中小企業がなんか給料がいい場合も、あと自分人でもっと合う仕事がある場合もあるんですからね。うん、それはこれは名前だけで、日本人の名前だけで就職はします。でも韓国人の名前絶対ダメですよ。おーおーおーおおすもう知らないけど、お三菱、あ、三菱は噂なんですけど、韓国人あんまり好きじゃないという話もあります。いや、もちろんそれ噂なので。あ、なぜかというと、軍艦島が三菱の所有だったんですからね。それで、三菱が韓国人嫌なのか、韓国人が三菱が嫌なのかは、はっきりしてないです。
ですが先生ならばね、三菱の募集に応じてみたいです。逆に韓国人がなんか志願してたらね、志願してたらね、すごいなんか印象を与えることができるんだと思います。インさん、いやいつも韓国人、いや三菱は軍艦島だとかそう言ってるんですから、まあ多分いや。韓国人は三菱嫌だなと思っているのに、お三菱の入社に希望する韓国人がいるとは、それは特別なんですか、ね、まあ、まあ、もしは三菱が嫌だとしても、なんか先生ならば、一度はやってみたいです。あと新聞、これはもちろん、日本のレベルがすごく高くならないと。いけないんですけど、朝日とか、朝日、読売、まあ、まあ、限りがないですよ、もうこういうふうにしてたら、まあ、日本の車、日産、トヨタ、特にセラン君は、その金融、経済を勉強してるんですからね。この大手企業は財政のための事務職が多く必要なんです。それで時間があったらこの絵、宿題としてやってみてください。うん。그거삼성증권어많이봤잖아요